マコナコです。今回はアルティメットエピックバトルシミュレーターの2の方をやっていきたいと思います。まずどんな内容か見ていきましょう。キャンペーンは今現在アーリーアクセスなのでできないとなってます。サンドボックス、このように、いくつかチームを選んで、また舞台を選んで戦っていくというような内容になってます。ちょっと設定だけやってからさらに進めてみていきたいと思います。ではまず設定説明する前に早速見ていきましょうか。さてどのような感じになってるか、これはもうほとんど自分が何かするんじゃなくて単純に見てるような内容になってます。一応キャラクター選んで動かすということもできるんですが、だからといって何か経験値が得られるとかそうした要素はないです。さてこれグラフィックボード RTX3090、 今現在発売されている一番性能の高いグラフィックボードでやってるような状況、このような感じで今ここら辺舞台がたくさん、これはヒーローという、そういうなんか職業というか選択になっている。これがどういうような感じで戦うか。また、他にもいろいろと。まだアーリーアクセスなのでいろいろと不都合がね、ある可能性もありますけど、ちょっと操作もなかなか素早く移動がされないっていう。これが、確か、第二次世界大戦のアメリカ兵かな？もしかしたらまた別の国かもしれないけど、いくつかから選べるようになってる。で、他には奥の方にもさらに部隊がいる。ちょっとこの移動がもうちょっと早くなればいいかなとか思うんだけど。もしかしたら早くする方法あるかもしれないけど、ちょっと説明書みたいなものがないので、一応一作目の操作方法を見ながらやってるんだけど、で、これ、鳥、鶏。そして最後、鶏がすごく大量にいる。最後、こちら側。これは、ちょっと設定忘れたけど、何かしら、ナポレオンとかそういう時代の、ものでしょう。で、これ K ボタンを押すとバトルスタート。圧迫戦いが始まる。で、この今手元の場所、ここにいるのは銃を撃てるような陛下なので、もうちょっと耳うるさいかもしれないけど、この一生懸命鉄砲を撃ってる人がいたり、うわちょっと待って、すごい。すごい音。鉄砲撃ったり撃たなかったり。こんな感じで。んで、チキンも何か投げてるので、なんだ、卵投げてるこれ。で、もあっさりも倒されてるんで、卵がお尻からボコ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 放ってるかのような状況。で、さらに、奥の方も銃と、銃じゃないもの、それで戦ってるので、ほぼほぼなんかあっさり倒されてるかのような。でもこっちも銃だな。もう、あれかな、手前が全部倒しちゃったのかな。この赤くなってるのはほぼほぼ、倒されたね。残骸みたいになってる。ここら辺も全部倒してしまってるかのような。違うな、倒されてるな。どこと戦っている？なんかこっち側と戦ってるね。なんか、人が流れ打って落ちてきてんだけど。ちょっと舞台わかんなかったな。ああ、あれか。そうだそうだ。これ、ヒーローか。こんな感じで、銃、撃ちながら。銃撃ちながら、これかっこいいんだよね。両手、二丁拳銃で撃ちながら、進んでくるっていう。こんな感じの、ユニットもいる。だから基本は見てるだけで、一応、なんかキャラクターに、憑依するみたいなことができて、今、これキャラクター、真ん中にいるのが自分のキャラクターで、左クリックすると銃を放つ。じゃ標準みたいなものがあって、後々キャンペーンではこういう風に一つのキャラクターを動かして何か遊ぶみたいなね、こともできるんだけど、上にキル数とかも書いてあるけど、ちょっと今現在は、周りが全部倒してしまうんで。これ当然解くこともできるんで、解いたらまた普通に。いろいろと眺めることができるようになっている。で、それだけじゃなくて、今これ、自分がこれ、上から銃みたいなものを撃ってるような状況。で、もう一個、水。今の段階だと、この二つの何か、こちら側から、手を加えるね、要素が追加されていて、それが今一つ、お見せしたものとなっている。例えば、ここら辺ずっとやってると。こんな感じで水がどんどん溢れていって、それは残り続けるので、
周りどんどんと水没していくかのような。で、右側にチーム数があって、まあそれで倒した数と今現在残ってる数、多分このヒーローの両手拳銃のこのユニットが圧倒的に強いので、なんか数もなんだろうな、最初から多いのかな。まあそんな感じだよね。特に設定変にいじくってはないんだけど、まあちょっとね、赤いこの表現、知能表現とかもあるので、そこら辺好まない人は設定で変えることも可能。というようなのが、まあ基本的なゲーム内容。まあ見てるだけなので、あとは設定をどういじくるか、ちょっと他のマップとかでもまた試していこうかなと。で、右上見るとまだチーム4が645とか残ってるので、まあそれを倒さないとゲームが終わらない。暇ならばこういうふうに水を放って、これは数字の1と2どちらかやって、1を押した後に左クリックを押すとこういうふうに銃を放つ。多分だけど倒されてるはずなんでね。ここら辺、徐々に人が倒れてる。で、2を押した後に、数字の2を押した後に、また左クリックすると水放つ。まあ、神の力みたいなものが、今の段階では2つ。だから、後々多分追加される可能性がある。今、右上見ると、あと、10、6、5、4、3。多分、どっか奥の方で戦ってるね、多分。というようなものになってます。まあ、これが RTX。3090で見たアルティメットエピックバトルシミュレーター。さらに別のマップも見てみましょうか。まずこの設定画面なんですが、まあ下の方でアーミーの数どんどん増やすことができるんだけれども、まあちょっと今回はそこまで増やさずで。で、このマップ真ん中のやや右側上、今マウントオリンパスというところ、エジプト、シティオブトロイ、まあトロイの木馬とかで有名な場所。まあ他にもハイランド、デザート、砂漠。まあ、シティ、今度トロイでやってみましょうか。で、トロイでやるのならば、ローマとか、エンシェントグリース、まあ、イギリス、昔の古代イギリス、まあ、まさにこの古代の時代に適したかのような、そうしたものもある。スパルタか、これ、どっちかの勢力なんで、ね、スパルタじゃない方の勢力。あとはどうだろう。アニマル、ヒーロー、ワールドウォー2、イービル。悪魔、メディーバルとか。ファンタジーもある。じゃあちょっとチームをこれ2つギリシャはやっといて、あとはローマと。まあローマも一緒に戦わせましょうか。チーム全部2にやっといて。これ数字的には変わってないんだけれども、なんかすごく広いような位置。で、位置クリックして動かすことによって移動することができて、どこだろうな、トロイの街の場所。なんか、ああ、まあ、すごく街っぽくなってるね。トロイ守るように部隊配置しときましょうか。だから今現在、このなんか変に入り組んだところに部隊配置しちゃうと、なんか引っかかるみたいな感じのこと書かれてたんで、まあ、もしかしたらその調整がね、まだ今後うまくされることを願って。では、見ていきましょうか。トロイでの戦い。さて、トロイの街並み。このようになっている。で、舞台が これ上にも登ってるね。この上に登ってるのがなんか引っかかって降りてこないとか、そういう可能性もありそうだから怖いけど。ローマかな？ちょっとどの舞台が何だかが把握できてないけど。他どこだろう。こっち側。これもまあどれがなんだかちょっとわかんないけど、まあ何かしらのトロイ絡みか、それともそうじゃないか。こんな風に大量に人がいる。一方、トロール側は、どこら辺だ。見当たんないね。まあいずれにしろこういうような広大なマップで戦いが繰り広げられるとなります。こっち側かな？こっち側だね。さて、どんなもんだろう。
こんな感じのトロール群が大量に。ここ登ってきてんのかな？まあ、ここだと、ここなんだ？あ、もう部隊がちょこちょことやってきてるけど、あっさりと あっさりと吹き飛ばされてる。このぐるぐる飛んでるのは、この手前側の部隊、あっさりと吹き飛ばされて、多分これ縦見るとローマっぽいね、時代的にね。あとあと、多分続々と、だからちょこちょこしか来てないのは、これさ、降りるというか、落下してんだけど これダメージ受けてんのかな？大丈夫か？これ。ポロポロ降りてきてんだけど。降りてきて、下に落ちたら、トロールから吹き飛ばされるっていう。まあ、ここだと、弓とかね、そういうのがあったら、銃とかの方が面白かったかもしれない。この迫り来る敵とトロイで迎え撃つトロイ側の、もしくはギリシャ側の兵。どうなんだろうな、弓の陛下ってのは多分なんかここら辺でもバタバタしてるけど 今右上見るとトロールが、まあ、トロールの数ガンガン減ってんのかな、これは。チーム、減ってるよね。だからチームにも、なんだろう、キル数が増えていて、部隊数は減ってないように見えるけど。でもどう見ても、なんか、ここで 落下してるのが、下で蹂躙されてるようにしか見えないんだけど。チーム1はトータルキル数3でなっていて、チーム2、多分トロイ側守ってる方、それがトータルキル数がガンガン上がってってる。ポン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 吹き飛んでるんだけど。うん、逆に設定したつもりはないけどな。どうなんだろう、実際。まあ、というような感じで、これ今後、まあ、ユニット数面白いのが増えるかとか、あとはモッド対応するので、ユーザーが何か作るかどうかみたいなところも出てくると思うので、残念ながら日本系のユニットは今現在いないので、で、一作目もパッと見たところいないように見えたので、通常のモッドを入れずにね、ユーザーが作ったものを入れずにやった際には、そこら辺ね、日本系来ればいいかなとかね、忍者とかね、侍ぐらいは来てほしいなとか思うけど、なお、日本語は入ってない。今現在英語のみなので他の言語も入ってないので、で、一作目も日本語は入ってなかったので、残念ながら。もしかしたら日本語モッドとかあったかもしれない。というような戦いが繰り広げられてるんだけど、部隊数は大量にいる。どうなんだろうね、トロール。全部こっち側に集まってきて、ここで落下して戦ってるような感じなので、他で戦ってるような。いや、なんか向こう側戦ってるか？登ってきてるんだ。こっち側、別角度から。んで、こっち側でももう戦いが繰り広げられてる。なんか随分カラフルな旗みたいなのが飛んでるけど これ旗じゃなくて人なんだよね。あれか、背中のマントがカラフルな色になってるのか、いろいろとあって。うん、どう見ても、あれだな、やっぱりチーム2とチーム1違うかな。チーム1の方がローマ側で、チーム2がもしかしたらトロール側になってるかも。続々と中に入られてる。この色かっこいいね。マントの色。他ここら辺もなんかも入り込まれてるかのような。ちょっとなんかカメラが建物の中に入ってしまってる。ここも、トロイ側じゃない方のギリシャ側の勢力だと思うけど、他どうだろう。どっか別の場所、ここも入り込まれてるね。
誰かに乗り移りましょう。これ、スロール。左クリックで攻撃が可能。うん、キル数増えてんね。上の方。2キル。自分の耐久左下。かといって、これで負けたからといってね、倒されたからといって何か悪影響あるわけではない。キスがあるうちの一体が倒されただけ。圧倒的だね。とはいえ、左下も耐久なくなって倒された。さて、ここまで圧勝だと、なんなので、ゼウスの力でも使って、少しトロール追い払いましょう。だが、敵が水没しないこともあるので、水没して倒れるってこともあるんだけど、特にトロールの数が減ってるようには見えない。今、1体減ったみたいな、2体減ったとか。だからこれ水の力で減ってるかどうかも分かってないので。こんな感じで。水が下の方まで行っている。どうなんだろう、向こうの川の方まで行くのかな、これ。気になるね。あ、というような感じになってます。まあ、これもう見てるだけなんで、もうこのまま最後まで終わらせたいと思います。さて、残りあと6戦とか7戦とかそれぐらいになってます。ちょっと今水没させながら、早くトロイをね、解放しようかなと。うん、あと4戦ほど。どっか多分いるはずなんだけれども、まとまって、トロイ側のね、勢力が。トロールはもうこっち側はすごい大量に残ったままだけど全く動かず、結局82体しかトロイ側はトロール倒してないので、どこら辺だろうな、結構まだ残ってるはずなんだけどな、2000とかいるってことは。うん、ここら辺ももうトロールに占拠されてんね。この街の中で水放すと、やっぱり見た目もまた変わるんで。多少家とかの建物に阻まれて水が広がっていくから、そこら辺もまた魅力的ではある。さて、敵が進んでる方向。これ下手するとどっかに引っかかってしまっていて、敵と戦わないって可能性があり得るから。あと700体、どうなんだろうね。あ、戻っていったね。こっち側にいるのか？銃と違って光ってるようなものがないから。こっち側になんかいるような気がする。うん、探してんね。トロールも。多くのトロイ側の兵が。あと100なんぼ。ちょっとなんか最後の、あと一人がどこなのか見たいような気もするけど。あ、なんかこの設定とかもちょっとできるようなんだけど、ちょっとまだ自分よくわかってないんで、トロール側だな。乗り移らないか。あと2名残ってる。部隊、チーム1。どこだろう。微妙にトロール側も兵数減ってるんだよね。もしかしたら水没したところに入ってしまって、そこで倒れてるだけかもしれないけど。まあ、いずれにしろ、こういうようなマップも用意されている、トロイ。トロイの木馬で有名な場所。終わらないね。まあ、今回はこれで終えて、もしかしたらまたね、機会があれば何かしら設定組んで、
一つ戦い、のんびり眺めるみたいなこと、動画やっていきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録して今後動画お待ちいただけたらと思います。ではでは。